筧美和子。1994年3月6日生まれ。出身地、東京都。身長164センチ。血液型、AB 型。筧美和子さんは、日本のグラビアアイドル、タレント、女優です。デビューのきっかけは、高校在学中の2011年、友人と行ったファッションショーでのスカウト。2013年5月、リアルバラエティ番組、テラスハウスに出演。同年、ワンライフモデルオーディションで準グランプリに選ばれます。また、北海道日本ハムファイターズの本拠地最終戦で始球式を務め、さらに、視聴者による一般投票により68,322ポイントを獲得して、目覚ましテレビの、ココ調木曜リポーターに選ばれました。また、オフィシャルブック、ミーコ、美和子筧、ファーストオフィシャルブックが刊行。2014年2月放送のテレビドラマ、最高の離婚スペシャル、2014、で女優デビュー。2014年4月、篠山紀信撮影の写真集、ヴィーナス誕生、が発売。2019年8月発売の10月号をもって、JJ、専属モデルを卒業。趣味は、絵を見たり描いたりすること、音楽鑑賞、旅。特技は、バレーボール、クラシックバレー。曽祖母がロシア人でハーフクォーターにあたる。テラスハウスのメンバーとの関係は、友達っていうよりは気の許せる仲間みたいな感じ、だという。住岡里奈については、普段だったらお母さんに話していたような話を聞いてもらうようになった。と語っている。元メンバー以外では新川優愛が、多分私は筧美和子に会いすぎてて彼氏ができない、と語るほど親密で、何でも話を聞いてくれるので、私の癒しですね、と評している。今では、女優としてドラマや映画に多数出演。主な作品に、犬猿、スマホを落としただけなのに、など、これからも女優として成長し続ける、筧美和子さんから目が離せませんね。